あ、こっちこっち。やっほー、元気そうだね。なんか私服のあんたに会うのってちょっと久しぶりかも。大学の夏休みって長いよね。ま、そのおかげでこの夏はいっぱい旅行できたんだけどさ。私ね、暑いと思って海とか山とか旅行散々入れてたわけ。でも行ってみたらどこも寒いの。ビリヤード同好会の合同合宿も市なのだよね。寒そう。っていうか、そもそも今日がめちゃくちゃ寒いよね。もう冬かっての。ちょっと雨でも降りそうな天気だし、早めに済まそう。じゃ、行こっか。サワちゃんはさ、ほっといても喋ってくれてとってもありがたいけど、情報量が多すぎるよ。口挟む隙がないよ。とりあえず合宿っていうのはビリヤード同好会なんだね。よかった、やっと何の目的で合宿に行くのか分かったよ。そういうことなら特別な道具用意しなくても旅行用品だけあれば良さそうだね。それにしてもビリヤードする一気か。女の子たちの壮絶な悲鳴がもう聞こえてくるようだね。そうすると彼女の君はまた邪魔者扱いされるんだろうな。うわぁ、怖いな。残念だけど、のんびり楽しく過ごすってわけにはいかなさそうだね。どうしよっか。とりあえずご飯でも食べてから買い物する？それとも買い物しながら疲れたらご飯って感じ？どうしよっか。合宿の用意も大事だけど、今日の目的はサワちゃんから情報を聞き出すことだからね。ま、別に合宿の買い物なんて単にあんたと遊ぶための口実だけど。あんた合宿以外ほとんどバイトだし、たまに休みの日は一輝さんとデートだしさ、全然遊ぶ余裕ないんだもん。ま、彼氏ができたら友達なんてこんなもんだよね。ああ、合宿でもあんたは一輝さんに取られっぱなしなのかな。むしろ一輝は他の女の子に取られっぱなしの可能性高し。向こうのメンバーってよく知らないんだけど、かっこいい男の人いるかな。どうなんだろう。そりゃ来るでしょう。ていうか、一輝さんの学校の同好会は一輝さんファンばっかりなんじゃないの？すげえ。全部で何人くらいだっけ？うちの同好会は3人でしょ？一輝さんとこの学校の同好会は何人いるって言ったっけな。確か14人とか15人とか聞いたような気がするんだけど、合わせると総勢で17から8人ってとこかな。結構な大所帯だよね。でもって、そのうち私ら以外はほとんどが一輝さんファンってことか。あんた、覚悟した方がいいかもよ。真面目に嫌です、その状況。一輝さんファンといえばさ、そろそろ聞かせてくれない？あんたがなんであんなたらし男と付き合う気になったのか。それ僕たちの方が聞きたいことなんだよね。正直、未だに信じられないんだ。あんた、最初あいつのこと嫌ってたじゃない？高2の夏にバイトしてた時は、バイト先に最悪な人がいる、とか言ってたのにさ。へえ、そうなんだ。早速新情報。
でも大学受験が終わってバイト再開したらいきなりファンクラブ入っちゃってさ。ファンクラブ？君が一輝のファンクラブに入ってた？本気で？どうして？君もあの子たちと一緒になってキャー一輝をやってたの？で、何なんだって思ってるうちにあの人と付き合うことになったって。もうびっくりしたよ。でもあんた笑ってるばっかりで詳しく話してくれなかったじゃない。実際のとこどうなのよ。あんた本気で惚れてるの？それともあの目にやられたの？じゃなかったら何か別の理由があって付き合ってるの？心配だよ。何か理由があるなら遠慮しないで私に相談してよ。ねえ、どうなの？あんた一輝さんのこと好きなの？それとも別の理由があるの？どうしようどうしよう。なんて返したら疑われずにその頃のこと聞けるかな。え？そうなの？ってことはやっぱり最初は好きじゃなかったってことなの？いや、どっちよ。あのさ、あんた言ってたよね。一輝さんって彼女と3ヶ月以上続いたことないって。3ヶ月間はベッタベタに優しくするくせにそれが過ぎたら嘘みたいにあっさり別れるんだって。ねえあんた、今月末で一輝さんと付き合いだしてちょうど3ヶ月になるんでしょ？もう1ヶ月切ってるよね。大丈夫なの？他の彼女たちみたいにいきなり捨てられちゃったりしない？え、今月末でちょうど3ヶ月って、まさか8月の初めに一輝が言ってたあと1ヶ月って。あと1ヶ月しかないのにまた一から信用を築き直しか。こんなに苦戦するのは初めてだよ。もう1ヶ月切ったしそろそろかなって思ったんですけど。どうかした？何驚いた顔してんの？まさかもうすぐ3ヶ月経つって忘れてたわけじゃないでしょうね。3ヶ月経った時が鍵なんだとかなんとか、あんた自分で言ってたよ。そうだな、とりあえず3ヶ月付き合ってみない？まあ強いて言えば興味かな。君だって僕に興味があるんでしょ？じゃなかったらどうしてあの子たちに混じって僕の出待ちなんかしてたの？まあいいけど、とにかく付き合おうよ。3ヶ月だけ。なんで？好きじゃなきゃ付き合っちゃいけないの？すみません、誰か助けてください。
友達が突然倒れちゃって。どっか痛いの？どうしたの？私の声聞こえる？ねえ、救急車呼んでいい？なんか言ってよ。気がついたか？大丈夫？まだ苦しい？かなり熱があるから、そのまま動かずに寝てるんだぞ。覚えてる？お前はね、一晩眠り続けてたんだ。雨に打たれて、熱を出したようだな。ん？何を見回しているんだ？ここ、お前の部屋だぞ。はぁ、お前相当朦朧としてるな。ああ、いい。もう喋るな。眠ってろって。今、氷枕を変えてくるから。いいか？起き上がったりしたらダメだぞ。すぐ戻るからな。あ、目が覚めてたんだ。ごめんね。ちょっと様子を見るために。君のそばを離れてたんだ。僕がいなくてびっくりした？全然状況がわからないよね。一つずつ説明するよ。君は昨日沙和ちゃんと喋ってる途中で倒れたんだ。急激に記憶が蘇ったショックでね。多分昨日蘇った記憶は君の中で大事な記憶だったんじゃないかな。だから衝撃も大きかったんだね。まだ頭はクラクラするでしょ？今も記憶の復活が続いてるみたい。無理しないで、ゆっくり休んで。何か聞きたいことある？聞いてくれれば答えるから、焦らないで。僕、全部見てたから。うん、あの男の正体はね、なんと。ってごめん、実は僕にもよくわからないんだ。でも少なくとも君の味方だってことは確かだと思うよ。あのね、あいつ昨夜からずっと君の世話をしてくれてるんだ。ここに泊まり込んでね。あ、着替え以外ね。パジャマに着替えさせたのは沙和ちゃんだから安心して。とにかく今の君は精神的にも身体的にもフラフラのグロッキー状態なんだ。できるだけ何にも考えずに目を閉じて休んでて。一気のこともあんまり考えない方がいいよ。考えすぎると具合悪くなるし。これから先のことは熱が下がってから考えよう。君、本当にすごい熱なんだよ。今日はとにかく休んで。おやすみ。いい夢を見てね。で、完成。覚えた？もう一回やろうか。ん？どうかした？ああ、そっか、ごめん。サングラスしてないからね。そっち向かないように気をつけるよ。目さえ見なければ効かないから、このまま続けようか。ぼーっとされると、僕も教えにくいからね。え、聞いてない？いや、聞いてるでしょう。現に今僕のことぼーっと見つめてたじゃない。へえ、本当に？僕の目を見てそう言える？ほら、何も言えなくなるじゃない。もう一回言ってごらんよ。
うぬぼれないでくださいって。あれ、今帰り？あ。ん？ああ、うん。確かに取り込み中だけど。いいよ、気を使わなくて、すぐ済むから。妙子ちゃんだっけ？要するに君は僕と付き合いたいってことでいいのかな？僕にとって付き合うっていうのは、やることやるってことだけど、それでいい？え？それでいいなら今フリーだし、付き合っても構わないけど。もちろん構いません。それで十分です。夢みたいです。あ、そう。じゃあとりあえず、3ヶ月付き合ってみよっか。あ、やることやるって言っても、無理やりなことはしないから、心配しないで。はい、そんなこと全然心配してません。あの、これ、私の連絡先です。連絡ください。ごめん。登録するの面倒だから、勝手にやってもらっていい？はい、これ僕の携帯。ずうずうしいこと言って。じゃあ、お借りします。はい、登録しました。携帯お返しします。うん。それじゃあ、3ヶ月、よろしくお願いします。じゃあ私、これで。はぁ。何？君も僕と付き合いたかった？彼女と別れたら、次は君にしようかな。客か？はい、どちら様ですか？ああ、それはどうも。どうぞ、上がってください。ねえ、誰か来たみたいだよ。君のお見舞いかも。どう？起きられそう？わざわざありがとうございます。あいつはまだ寝ていますが。君は、一体？それを聞きたいのは僕の方だ。君は一体誰だい？俺はただの。ただのなんだい？どうして僕の彼女の家に若い男がいるのか、納得のいく理由を聞かせてもらおうか。とりあえず、上がらせてもらっていいかな。今の声、一気じゃない？一輝がお見舞いに来てくれたんじゃない？彼氏がお見舞いに来たその時、応対に出てきたのは若い男。これは。シュラバラババワン！やばい！やましいことは何にもないけど、とにかく起きて、なんとか弁解しよう。起きてこなくていいよ。それより説明して、これはどういうこと？こいつは誰なの？お前が誰だ！おい、彼は一体何者なんだ？お前の彼氏なのか？ねえ、彼は君の何なの？どうしてここにいるの？そういうこと。俺はこいつの兄だ。それで、君は何者なんだ？
寝込んでいる妹に対して何かのジョークのつもり？一休、まずは冷静になれ。そして早急にそのマスクを脱いだ方がいいだろう。マスク？ああ、このマスクか。はぁ、暑かった。で、話の続きだけど。いや、先にそっちの話を聞かせてほしい。一休、そう、流行るな。彼女が驚いているだろう。ああ、君、悪く思わないでやってくれ。このマスクは、こいつなりの気遣いだそうでね。マスクが何の気遣いになるのかと思うだろう。だがこいつには、それで理屈が通じているらしい。君も知っているだろう。霊の力のことだよ。こいつは霊の力が途中で発動して、女の軍団に囲まれることがないよう、完全防備で出てきたのだそうだ。一休にとっては、万が一にも外れてしまうことのないこのマスクが、防具に見えるらしい。理屈に納得できるかはともかく、今日だけは絶対に妨害されたくないという男心は、理解してやってほしい。もちろん、旗から見れば笑い話だがな。つまり目の力で女の子を引きつけて妨害されないようにマスクをかぶったってこと？なるほど、確かにそれならあれが発動しなくて安全だね。ってアホか！女の子は来なくても警察に囲まれるわ！っていうか、その服にその覆面じゃ普段に輪をかけて目立つっての。驚いたかい？それは悪いことをしたね。ああ、なるほどね。焚きつけたのはこいつってわけか。ちょっと待って。少し話をまとめてもいいかい？要するに、覆面の彼は不審者ではなく、こいつの彼氏なんだな。ああ、彼の名前は一休という。ぜひ呼び捨てにしてやってくれ。一騎だ。悪いけど、一騎って呼ぶのは絶対にやめてくれ。私は一騎の友人でケントだ。ここに来たのは単なる付き添いだ。俺はこいつの兄のトーマです。正確に言えば、俺の母の離婚した元夫が彼女の父で、その父の離婚した元妻の娘が彼女です。つまり彼女と俺に血縁関係はないけど、俺はこいつを妹だと思ってよく面倒を見てます。悪いけど、もう一回説明してくれないかな。ああ、そうか。つまり。いや、大丈夫だ。私は理解した。よければ私の方から噛み砕いて説明しよう。頼むよ。まず、彼らはもともと何ら関係を持たない他人同士だった。だがそれぞれの両親が離婚し、後にトーマ君の母君と彼女の父君が再婚した。その時点で二人の関係は義兄弟だ。血縁関係はなくとも戸籍上は兄弟となっていた。だが再婚した両親は再び離婚し、二人の間には戸籍上の関係もなくなった。よって現在の二人は血縁的にも戸籍的にも赤の他人だが、義兄君は今も彼女を妹だと考えている。どうかな？私はこう理解したんだが、解釈は合っているかい？その通りです。一つ付け出すなら、俺の母も彼女の父もすでに三度目の結婚をしてる。二人ともどうしても一人に定められない性格らしい。はあ、なんとも誠意のない人たちだね。あんたが言うな。とにかく事情は理解したよ。血や戸籍上のつながりはともかく、実質的には彼女のお兄さんだと思っていいんだね。そういうことです。昨日からこいつの世話をするために泊まり込んでます。幾分熱は下がったみたいなんですが、まだめまいがひどいようで。そっか、
泊まり込みで彼女の看病をしてくれてたんだ。それじゃ改めて初めまして、彼女とお付き合いをさせてもらっている一輝と言います。まだ在学中の身ですが、誠実にお付き合いしているつもりです。どうぞよろしくお願いします。え、ああ、丁寧にどうも。妹が世話になってます。あ、でもそんなに改まらないでください。多分俺の方が年下ですから。そうかもしれませんね。それじゃあお言葉に甘えて砕けた口調にさせてもらいます。でさ、後の世話は僕がやるんで、もう帰ってもらっていいかな。え？気持ち的には妹だって言われても、実際は他人なんでしょ。彼女の家に他の男が泊まってるって、正直いい気分じゃないんだよね。これはただのやきもちだと思ってくれていいよ。妹の看病をしてたお兄さんになんて失礼なことを言うんだってなじってくれてもいい。でも同じ他人ならどうして一番に僕を頼ってくれなかったんだって今猛烈に焼いているんだ。そういうわけで、後の看病は僕に任せてもらってもいい？君、決断を求められてるよ。うん、そうさせて。トーマ君、失礼なことを言ってごめん。決して君が不埒なことをすると思ってるわけじゃないんだ。でもなんていうか、理屈じゃなくてね。気持ちはわからなくもないです。こっちも少し配慮に欠けてました。じゃあ俺は帰るかな。おい、無理するんじゃないぞ。ならば私も帰ろう。一休、彼女に無理なことをしないように。もちろん看病に徹するよ。二人ともありがとう。また会おう、君もな。え、あれ？ちょっと二人とも、もう帰っちゃうの？こいつと部屋で二人きりって、君本当に大丈夫？心の準備できてる？まあ、この様子ならこいつも無体なことはしないだろうけどさ。さてと、どんないたずらから始めようかな。やる気だ。冗談だよ。本当にちゃんと看病する。で、何か欲しいものはある？必要なものがあれば買ってくるよ。薬とか食料とか、最低限のものはトーマくんが揃えてくれてるのかな。ま、看病とは言っても、見たところもう結構元気になってるみたいだね。熱もだいぶ下がったって言ってたっけ？どれどれ？うん、確かにそれほど高熱ってわけじゃないね。低くもないけど。心配したよ。高熱が出て休みだって言うし、メールしても電話しても反応ないし、本当に心配した。あの格好だってさ、本当は無茶苦茶だって分かってたんだよ。剣のやつ、僕が焦ってるのにつけ込んで遊ぼうとしてるなって当然分かってたよ。でもどうしてもあの子たちに引き止められたくなかったんだ。一秒でも早く顔が見たくて、バイト中もずっと焦っててさ、散々失敗して店長に怒鳴られた。明日は僕、基礎トレコースかもな。でも、思ったより元気そうで、本当によかった。恥さらしてでも駆けつけてよかった。二人きりになれてよかった。ああ。トーマ君を見た時は本気で焦ったけどね。おかげで恥の上塗りをしたよ。でもトーマ君とは何でもないんだよね。
気にする必要ないよね。信じられないな、自分がこんなみっともないことするなんて。君といるとおかしくなる。でも君といると嬉しくなる。君の声を聞いてるだけで、君が息をしてるのを聞いてるだけで気持ちが落ち着いてきて、君のそばにいるのが幸せになる。だから君に会いたくてバカなこともしちゃうんだ。はあ、かっこ悪いな僕。好きだよ、そう言ったじゃない。今でも信じられない？これでも僕なりにすごく大事にしてるつもりなんだけど。まだ足りない？まだ信じてもらえない？ねえ、もしかしてそれずっと聞きたかったの？疑ってるならもう一度言っておくよ。あのね、言っとくけど恥ずかしいからあんまり何度も言いたくないんだよ。君が好きだよ。これが好きってことなんだと思う。他の女の子たちに囲まれてても君のことしか考えてない。君にしか触れたいと思ってないよ。はい、告白終わり。もう日が沈みそうだね。あのさ、今日はこのまま泊まって行ってもいいかな？ああ、もちろん何もしないよ。当然、床で寝る。まだ熱のある君を一人で寝かせておくのが心配なだけ。夜中にまた熱が上がるかもしれないでしょう。うん、信じられないかな。あのね、これ、点数稼ぎだから。君が弱ってる時にはいい顔しときたいじゃない？だから絶対に襲ったりしないよ。ここで何かしたら嫌われるの目に見えてるしね。どう？ただ信じてっていうよりよっぽど信頼できる理由だと思うけど、やっぱり信用できない？ん？じゃあそうさせてもらう。とりあえず夕飯でも作ろうかな。何なら食べられそう？おかゆ？もっとしっかりしたのでも平気？たくさん甘えてよ。で、僕のこと好きになってくれると嬉しいんだけど。あと半月しかないからさ。